はい、ということで、えい、今日は何日ですか。今日、7月7日。3日前は、マークティの誕生日ということで、何ということで、ちょっと持っててください。え、ちょ、それは聞いてないわ、マジ。ということでですね、それは聞いて、お酒ちょっと飲みました。スタッフくんはお酒が苦手なんで飲んでません。ということですね。僕、ゆうじくんから誕生日プレゼントがございます。マジ。はい。意外とずっしり。予想した方がいい。まあまあまあ、リュック、カバン系。はいはい、まあ、開けてくださいね。ちょっとそこで、いい感じのとこ、ライン、죄송합니다。ライン、죄송합니다。ライン、죄송합니다。え？海外？海外？え？マジ？え？マジ？ヘッドホンです。しかもわしがずっと欲しいって言ってて、俺韓国帰ったら自分で買おうと思ってた。そうなんです。よかった、買わなくて。マジ？はい、マジで。開けていい？ちょっとこれね、ちょっと皆さんには分かんないと思う、ちょっと分かんないと思うけど、これね、レコーディングとかするじゃないですか。はいはい、アーティストさんとかがの時とかに使うモニター用のヘッドホンなんですよ。レコーディングの時とかにこう使ってるじゃん。うん、の時に使うヘッドホンなんだけど、もうそれでもう、まあ、これ買っとけばいいよって言われてるようなやつ、もうどのレコーディングブースにもほぼ 100% これはある。ああ、なるほど。買っといて知らないの。そう、マジ。これだけの怖いよ。あ、そういうことね。え、すごっ、これですよ。ピーポーなってる。大阪怖い。マジの、しかもこれ新しいバージョンじゃん。その、新しいやつかな。新しい、古いやつは多分ここが赤いんですよ。あ、そうなの、ね、けど新しいやつはこれ青いんだ。え、なんで買ってて知らないの。いや、まあグループで言ってたじゃないですか、ずっと。もうそう、グループラインでこれ買おうと思ってんねーみたいな。だから韓国これ売ってるかなみたいな感じで言ってたんや、メンバーとのね、電話で。これよ、レコーディングの時にこれを使ってみんな曲あれしたりするんですよ。マジ。そう、だから多分ね、俺の記憶が正しければ、なんだっけ、スタイバイマンサイド、そう、あの曲の時に多分みんなこれつけてる。ああ、多分あれでもつけてると思うんだけど、でもまあ、もう大体レコーディングブースとかで置いてあるな、これ。でもなんか見たことあるもん、そのソロを、このソニーの。めっちゃいい。マジ、あざます。そう、ゆうじくんで話してて、なんかあげようってなってて、で、まあ2人で買うかっていう話をしてて、で、ちょうどヘッドホンが欲しいって言ってたから、言ってた。じゃあヘッドホン買うかってなって、でもさっき買われたらどうするって話をしてたよ。で、だからもうヘッドホンに関してはさっき言っちゃうっていう話もしとったんやけど、まあ大丈夫やろうっていうことで、まあ欲しいっていうのをゆうじくんが探してくれて、ちゃんとそういうのをね、探してくれて、じゃあこれやから2人でバリカンで買おうっつって、で俺ん家に届けてくれて、で会うやろって、だからその時に渡してっていう感じで。マジすごっ。マジか、これめっちゃ嬉しいっす。よかった。めっちゃ嬉しいやつこれ。いや、びっくりした。マジか、ケースついてる、ソニーの。マジ、あ、穴か。うわ、めっちゃ嬉しい。いや、よかった、喜んでくれて。あざます。うわ、ちょっと後でユージにね、この部屋を自慢するっていう動画撮るんですけど、後でちょっとその時にこれ俺言うわ、ユージにも。
マジか、めっちゃ嬉しい。でもこのまんま韓国持って帰ります。いや、スーツケース買ったんや、新しい。あ、そうなの。でかいやつ買ったんや。もう壊れてたから、俺のやつ。カタ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 言うから。で、大きいの買ったから、それに入るんで。うわ、めっちゃ美味しい。この段ボールは返すわ。いらん、処分、処分。うわ、めっちゃ嬉しいっす。あざまーす。うわ、よかった。曲頑張って作ります。イエイ。うわ、めっちゃ嬉しいわ。改めておめでとうございます。ありがとうございます。カムサムニダー。